ドクラブアルヘジア。
とうございます。急がなきゃいけないやつですね。大丈夫ちゃんと BGM でつなげてるから大丈夫。これつけて。そういえばそれチェックしてなかった。してないです。はい、オンしました。はい、いいのかこういう感じで。はい。はい。おお、ジバニャン。です。オープニング。さあ今週も始まりましたさあ今週も始まりましたクラブパルヘジア。この番組は毎週多彩なアーティストをゲストにお迎えして笑顔をハンドメイドしようという番組です。素敵な歌はもちろん楽しいコーナーをご用意しておりますので、お時間の許す限りゆっくりしていってください。今日は3組のゲストがいらっしゃいますので、予定時間をオーバーしてお送りする予定です。予定じゃない。最初に言っておこう。それでは早速本日のゲストを紹介する前に。前に何があるの？私の自己紹介。ああ、そこ重要で。鈴音です。北海道から来ました。よろしくお願いします。リサちゃん。かわいい。これ書いてもらいました。リサちゃん。私が歌ってる間に。そうですそうです。私こんなに絵がうまくありません。ちなみにいや、千葉なんて言われてる。千葉なん聞かなかな。千葉にゃん。千葉なん今日、妖怪ウォッチ全クリしまして、向かう途中に車の中いいのかな、車の中でねしておりました。それでは本日のゲストを紹介したいと思います。じゃあ私の隣から、はい、紹介してよ丸投げゲストとしては4回目。昨年7月から9月には番組あんまり前にかぶるとね、マミッチが忘れるのこのぐらいのぐらい、あのマミッチほらの7月から9月まで番組 MC をご担当いただいたシンガーソングライター泉真美さんです。よろしくお願いします。終わり？え、自己評価は後であるよね。そう、さすが今日はもうほぼ助けてもらいました。安定の MC でしたね。本当。そして番組初登場シンガーソングライターの、あら、飛ばすね、飛んでました、この順番でいくじゃあ戻って、3回目のご出演違うよ、2回目だよね。2回目は大丈夫かな。今日ひらがなシンガーソングライターギター弾き語りのパナエさんです。今日ゲストが3組だから押すんじゃなくて、私のせいらしいです。そして番組初登場シンガーソングライターのメラニさんと、そして3回目の、ね、ご出演ギターサポートのマットーさんです。今日はこの3組プラスサポートのマトさんをゲストにお迎えして、たっぷり楽しく放送していこうと思います。それではまず挨拶代わりに、はい、ライブだって、自己紹介あれ、あ、まずは自己紹介をする。マミチのフリーは何ですか。言ったよね。じゃあ自己紹介を、はい、マミチから。はい、新潟出身、身長が147センチ、血液型 B 型のシンガーソングライター泉真美です。よろしくお願いします。続いてパナエさん。栃木県出身、ひらがなシンガーソングライターのパナエです。よろしくお願いします。
を忘れました。これマッターさんです。はい、マッターさんが気を抜いてる姿がパッチリ。そう、あの数を忘れちゃいました。はい、メラニです。それだけ。はい、それだけ。じゃあ歌おう。はい、はい、どの順番で。何順ですか。みんな髪型似てる。鼻からがいいな。らしい。あ、じゃあセッティングそのままに。背の大きい順番。背の大きい人から。大きい順。マイク一番最後じゃん。何のあれもなく一番最後。マイクスタンドと照明がだんだん下がっていく。じゃあ私でいいですか。パパへ行ってマミチ行って。あ、それがいい。すごい。最近これ流行ってんの？私もやばい。同じですね。ね、そうね。髪型かぶってるね。私だって前髪がないけど。あ、そうね。みんなショートだね。ね、びっくり。マットさんもショートだし。ショートといえばね。え、今この間にきっと番組のプレゼント紹介とかをするはずなんですよ。ピンポーン。します。今週の番組プレゼントは毎度おなじみパルヘジアステッカー、これと去年10月から12月まで番組 MC をご担当いただいた小川恵里さんのサイン入り1月30日バースデーワンマンライブポスター、ここにはちょっとないですけど、あ、これだ。新品をサイン入りで。そして宴屋さん提供インチキマンショーのお笑い CD、 これ私も持ってます。そしてチャイナスクエアのランチライブトゥルーカラーズに出演していただいた松澤春菜さんのサイン入りオリジナルステッカー、そして番組コーナーで使用したスケッチブック、メラニさん後でメラニって書いてわかりました。せっかくなのでその用紙と番組終了後集合写真をみんなのサインを入れてプレゼントしたいと思います。そのプレゼントに関してなんですけれども追加変更となる可能性があるかもしれません。そう、応募方法はえ、それはあれでしょ、太っ腹なすずめちゃんが何か提供してくれる。何したらいいですかね。妖怪ウォッチでも踊れます。するんじゃないか、出すんだから。準備まだだよね。もういいかな。どうぞ、いや行こうよ、曲行こうよ。歌います。 OK。 違う、MC が中途半端じゃなければ行っちゃうけど大丈夫。 OK です。言い残すことはない。ないです、はい、いや、最後まで言い残すこといっぱいあると思うよ、ポンちゃん。じゃあ振りをお願いします。振りで。ではひらがなシンガーソングライターのパナエさん、お願いします。はい、よろしくお願いします。今日楽しい、ありがとうございます。ひらがなシンガーソングライターのバナエです。挨拶代わりに私の大好きなご飯の歌を歌いたいと思います。聴いてください。オム。おてんとさまのごきげん
観覧してましたね。お腹空きました。オムライス食べたい。おかえりなさい。ありがとうございました。なんか中華風オムライスを今度ここでやるみたいか。さっき言ってましたよね。なんかでもカリ玉じゃダメっていうね。そうそうそう。そう中がケチャップライスじゃないと絶対ダメ。絶対絶対につき絶対って絶対ダメ。そうだよね。あバターでもいい。まためっちゃくちゃになるというか。めっちゃくちゃ完全に中華ダメで、ね、バター入れたらもう中華中華ダメか。じゃあ、 鶏ガラスープの素入れればいい。素は入れない。鶏ガラスープを入れればいいんです。素じゃない。そうだ、鶏ガラ味のオムライスってこと。どうですか。だからチキンライスはそのまそのまま鶏ガラか。チキンライスケチャップはちょっと置いておく。はい、作って作って食べてください。見た目はケチャップだけどめっちゃ辛いやつにしよう。あっそれは豆板醤とか。そうそう、マジっすか。ごめん、これ大丈夫かけた。なんか人の似顔絵描かれてます今、はい、それも楽しみ。これでもプレゼントになるので面白くしておいてください。待ってください。手に顔絵を上げて。私は似顔絵だ。あ、ダメだ。オッケー、ダメダメだ。じゃあその間にさっきの今週のテーマいきます。今週のテーマ、オッケー。あれオッケー。あ、もういいです。いけた。じゃあまたの機会に。またの機会に。ちなみにね、北野さん向かってるの。あら、遅れても来そうなんだよ。やっぱね、まみちに会いたい。あ、そうだ。多分ね、名前が奥さんと一緒だから。そうそう、マミ。じゃあその話を置いといて、147センチ B 型マミちゃんのライブをお楽しみください。はは、入った。はは、では挨拶代わりにですね、去年の12月6日にリリースしたアルバムの中から To You という曲をお届けします。聴いてください。
一緒に見た季節はまだ数えきれる決して多くはないけなげに笑う君の夢がいつか叶うように僕にできることは小さな僕だけど君と同じ未来見させてひらり季節は巡る君と歩く新宿駅僕にできることをそばにいるだけでも君と同じ夢を目指してひらりページをめくる一人と思うとき涙がこぼれるときは僕を頼ってきていいんだよ僕にできることは君にできることは二人同じ夢を目指してひらりひらり巡る季節の数叶う君のために僕は歌うよひらり季節は巡るララ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 なんですって1年で寒さが最も厳しくなるとされてますそうかなそこでこうそんなに寒い感じはしないよねそこで今週の番組テーマは今日は大寒あなたの防寒対策はですこの番組をご覧の方は真冬の路上ライブ応援なのでこの時期ならではの防寒対策があるのではないでしょうかソーシャルストリームかっこタイムラインへの書き込みをお待ちしておりますこんばんはこんばんはよろしくお願いしますこんなに早く来たの初めてやっぱマミチがいるマミチがいると来るんですね大沢です大沢でよろしくお願いしますあ、OK ですお、じゃあ準備ができたそうなので、はい、メラニさん、はい、お願いします。はい。皆さんちなみに私たち1週間前までインフルエンザでした。はい。そんなこと言わないで。はい。そう肺炎、私肺炎になっちゃって、ね、カスカスだったらごめんね、みんな。
ね、まだ治ってないね。私の4日、嘘です、嘘です、これ4日遅れです、私の4日遅れ。移されました、移しました、はい。インフルズ、インフルズ、では聞いてください、タイヤにキス。目覚めテレビつけ、カーテン開けて、眩しい日差し、体中いっぱいに浴びて、ハニートーストと食べて、歯磨きをして、お気に入りの腕時計を右手につけた。昨日
ありがとうございます。ありがとうございました。久しぶりに北野さんの声を聞きましたね。え、どのぐらいぶりですか？今年は初めて。あ、そうなんだ。あ、そうだ。明けましておめでとうございました。そうだそうだ。そうだ。そんなに久しぶりなんだ。そうなんだ。頭とかもう1月終わる気分。さあ、どんな感じでございますか？はい。皆さんに今あのご挨拶代わりに1曲ずつ歌ったんですけど、せっかくなので、うん、なんかいろいろ話したいなって。北野さん、あんまり伝えられたら、おい、聞きますか？うん、何に聞きましょう。やっぱり思いっきり用意してた感が半端ない。そうです。カンペカンペ。今回あの初出演のメラニさんと、はい、ねほりはほり聞いてみましょう。ちょっといじってっていう声が聞こえる。じゃあ、はい、いいですか？全然準備 OK ですか？全然もう、はい、今の活動を始めたきっかけは今の活動を始めたきっかけはそこはあんま張らなくていいんで、俺耳が壊れてる。いや、なんか高校時代に友達がいたんですけど、まあ超冴えないんですね。冴えない、はい。その冴えない彼がなんとね、ライブをやるということで呼ばれたんですよ、私。あ、歌い手としてということ？歌い手、あのステージに立つってことで、あのライブ見に来てくださいって、その冴えない彼に、はい、お客さんです、ね、呼ばれたんですよ。で、その冴えない彼が、まあ、輝いてたんですね、その時。で、私は、あ、これだと思って、はい、それからステージに立つ、はい、そこから、はい、そうですね。じゃあ、冴えない彼のおかげじゃないですか？冴えない彼のおかげで、冴えない、はい、元彼でしょ？見てた？違うよ、うん、あ、今なんかずっと見たら今日も見てる感じなの？じゃあ、多分見てないと思います。その冴えない彼との連絡とかはもうしてない？あ、それ時々するぐらいですね。1年に1回とか、はい、日本に住んでる？日本に住んでますね、バリバリ、バリバリ、はい、今からですね、中野に。イギリスじゃない？あの、その辺の振りがないのに突然日本に行っていると皆さん多分分かんないと思うんですけど、なんか日本人離れした顔をされてます。そうなんですよ、一応人間じゃない、あれ、まあ、人間離れしちゃってハーフなんですもんね。そうです、そうです。どこでしたっけ？アメリカと日本のハーフなんですけど、まあ彼曰く残念ハーフです。なんで？分かんないです、そう言われるね。え、ハーフにその、いい方と残念な方ってあるんですか？あるんですか？あるんですか？テロリにしてる人と一緒にしちゃいけないです。神手がアメリカか日本かによって違うんですか？そうなんです。割合が違う、割合があるんです。そんなことはございませんけどね。何をね、先でもなんか自虐をごめんなさいね。鼻がすごくあのお高いということで、なんかすごくインフルエンザの菌もたくさん吸えるんじゃないですか？コメントも来てましたけども、そんなコメント来てました？本当に？だから今日やだ、おかしい。横顔中心で、横顔中心、どうすればいいですか？鼻ばっか見せろ。マットさん曰くは、あの、私の鼻はこうだそうですね。こう、これどう見えますか？似てます？これどうなんだろうね。どういうことこれ？まあいいや。なんか反応に困る絵、ね、反応に困る、ちょっと持ってる感は、まあ、持ってる感ありますね、これね、はい、それを言っていいのかどうか、まだちょっと距離離れてます。今日最後の方でね、距離が縮まって、お願いいたします。徐々に離れていけるか、はい、せっかくなので、じゃあ皆さんにあれですかね、最近の、うん、あの三大要素だと長くなるんで、その中の一発1個目、1位をちょっと、1位最近の自分で1位これだなっていう何かあれば。全然いいこと言うてくれなくても大丈夫ですよ。悪いことでも言って、悪いことでも言って。三大要素の一番、うんうんうん、一番爪楊枝を刺すとか、そういう。出た。じゃあマミチから。書かなくていい？大丈夫大丈夫です。
炭水化物。おお食べてる。私去年ダイエットで炭水化物を抜いてたの、夜とか6時以降炭水化物食べないみたいな。6時以降そうやってたんですけど、あの年越しの時に勝手に解禁しまして、うん、年越しそばあるからね。年越しの時あの友達と家で年越したんですけど、2人しかいなかったの、私と友達と2人しかいなかったのに、うん、ピザ2枚と、あのケンタッキーのファミリーパックを買ってきて、笑ってはいけないを見ながら食べきったの。2人で、女子2人で、すごい。そう、もうそこからね、もうね、ま、いやあんまり変わったじゃあいいじゃん。1回だよね、1回で背伸びた。背はね、もうちょっと測ってないか分からない。半分140だなと思って。でもピザにたくさん寝たら、背はね、伸びるよ。私まだたまに伸びてる気がする。本当に。それはすごい。ピザ2枚分伸びたか。ピザ2枚分伸びた、そうか、ね、横にするか、厚みかな。そうだから炭水化物ですね。かなえちゃんは三大要素って何ですか。え、なんかその今私はこれが好きだなでもいいし、これが私の全てを占めてるなっていうのがあればそれでもいいし。オム？オム。オムライスですかね。オムライス、やっぱり1日に1回食べる。いや、それはすごいよ。それとりあえず卵を食べるみたいな。あ、卵ね。納豆に卵して、ご飯に卵して、油揚げと卵してみたいな。オムライス推進派として、はい、このパカって割って半熟系がいいか、あるね、そうそうそう、全部しながらもちゃんと焼いてるやつがいいから、これは結構ある。洋食屋さんに行ったらガッチリで、うん、あの最近のおしゃれなレストランだったらばっかり、ばっかり、ばっかりで、私が一番でもどうしても食べられないのがスフレオムライス。スフレ、なんかぐちゅぐちゅなんですよ。スクランブルエッグみたいなやつ。でなんか丸、まん丸のこれぐらいの厚さでボンって乗ってるんですけど、うん、それを割るとなんかなんていうの、気泡が入ってるのかな。泡が泡立てて固めるから。ムーシュパンみたいな感じ。ムーシュだって。ムーシュ。ムーシュ。ムーシュみたいな。ムーシュ。ムーシュ。ムーシュみたいな食感のオムライスがあるんですけど、半分ぐらいで飽きちゃう。からそれ以外は大好きです。そんなの、ね、知らんかった。皆さん食べてみてください。スフレ、スフレ、スフレ、スフレオムライス、スフレ卵のオムライスですね。それ以外のオムライスが大好きです。なるほど、なるほど。オムライスね、大好きです。いろんな種類あるしね。そうなんですよ。オムライス餅入ってたりとか、チキン味とかのご飯もあればさ、バター系もある。そうね、ターメタンタン、おすすめのちなみなんか、あ、こんな感じ。オムライスだ。おー、でかい。あー、そうそうそう、あ、これパカッてやるとベルーってベルーってぐちぐちってなる。結構でかいんやな。そうですね、卵が多いね。ね、卵の割合がすごいね。一人ある1人前分が多分卵3個ぐらい。すごいね。うわー、そう、一番、あー、うわー、やばい、お腹空いてきた。あ、つぶれってこんなんじゃなくて、ほら、なんだそれ。スフレってシフォンケーキみたいな。なんかオムレツ、オムじゃなくなっちゃう。オムじゃないけど。オムじゃない。ケーキじゃないですか。やっぱあの、あれだよね、ケチャップでなんか書かない。あ、書きます。オムって書く。あの、書かれなくても分かりそうだけど。これ王道。あれ好きですね。やっぱそうだな。それも美味しいですよね。まあ王道が一番ですね、じゃまあ、そうですね。最近なんか、じゃあちなみに一つだけなんかこう変わり種でもいいし、なんか自分がこれはちょっとおすすめですよっていうのあります？オムライス、この店が一番お気に入りと。あ、そうなんですよね。ああ、一番好きなオムライス屋さんは、あ、例のあそこか。あ、いいね、例のあそこってどこだろう。何回言うの？ラケルだっけ、あれ違ったっけ。あの、ラケルって言って、うん、赤と白のギンガムチェックのお姉さんがいる。うん、お姉さんごめん、今店の雰囲気が。お姉さん、お姉さんは何着てたかな。多分ギンガムチェックの赤と白。え、ギンガムチェック着てなかった。どこギンガムチェック。あとテーブルクロス、皮膚、あとテーブルクロスと、カット入ってる。あのご飯食べるところのこうクロスと、あとお姉さんが着てる服が、お姉さんが着てる服が、そう、ギガムテックのお店で。なんていうお店？ラケルです。ラケル、ラケル、ラケルの、めっちゃ喋ってますけどいいんですか？オムライスの話しまくって。なんかオムライスについてくるパンがあるんですよ、ラケルパンって言うんですけど。
けど、それがもうまた美味しいから。オムライスじゃなくてパンが美味しい。あれパンも美味しい。そうなんです。なるほど。ぜひぜひどこにどこにあるか分かる。渋谷とか渋谷にある。道玄坂かな。おすすめだそうです。いろんなとこにあります。ぜひ。ラケルで調べてください。ギンガムチェックのみたいな。目印はそこ。目印はそこで調べてる。ああ、ギンガムチェックだ。そう、あの左上に、あ、左上のあのパンが。あ、これ。そうなんです。ティガスじゃがいも。それじゃがいも。これこれでしょ？左上です。これでしょ？普通のパンなの？なんかもちもちしてて、トースターで焼いてないんですよ。電子レンジ。電子レンジでちょっとチンしてふわふわって食べてる。すげえ。でもそパフェ食った方が。ほらオムライス来た、オムライス来た。あー美味しそうだ。スタッフで盛り上がってるね。オムライス盛り上がってみんな伝わってます。いつかここでも。いやなんかワッフルうまそうだから。ここでもオムライスが出るらしい。あー美味しそう。美味しそう。お腹空いたよ。さあさあ、メラニさん、聞いていいですか？じゃあ、はい、やばい、何にもないんですけど、悲しい人生で、はい、三大最近ハマってる最近のさ、ほら、あるじゃない。ハマってるですか？じゃなくて、で、もう何ですか？ハイエーの話しますか、これもう治ったんだよね。治りましたね、これ、あの、本当にもう猛プッシュしたいことがあって、本当に、うん、もう少しでも体に異常をきたしたら、あの病院に行ってください。救急車もかかる。はい。あれ全然聞かなかったんですよ。みんなの言うことを。そしたら肺炎だったんですね。我慢してたんだ。我慢してました。治ると思って自分の力で。でここにいる彼は病院に行きません。完全に。行きません。行きません。今も現在も。現在も行ってないですかね。真っ向勝負。ないんですよ。何が？病院が。注射とかが怖い。だからその人の横に座るのが怖い。そうだよね。こう来る？こう来る？こっちにも。あ、こっちにも。そのうちお客さんみんなマスクしてる。やばい、ごめんなさい。まあ映すと治るって言いますか。ね、いや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 。北野さんあたり明日から。だから。だからちょっと危ない。なんか重い、なんかこうゲホゲホで咳込んでる人ほどマスクしてなくない？確かに確かに。写した方がすごいなと思って。名前って本名なんだよね。本名です。本名です。はい。そうなんですね。はい。名前がメラニーさん。メラニーです。ミドルネームとかもある？まないです。ないです。ないんだ。平野メラニーって言うんです。平野メラニー。平野メラニー。はい。そうなんですよ。ひらがな？カタカナ？漢字？ひらがなです。このままですね、これ。そのまま。すごい。そう。どういう意味なん？これはもうお母さんの本当自己満でつけられた名前なんですけど、あのなんか好きな女優さんがいたらしいんですよ。それはメラニーって名前だったらしくて、それをただ可愛いからっていう理由だけでつけられたんですよ。メラニー、なんか漫画から出てきたような名前ですね。そうですね、なんか確かに日本では聞かない名前。聞かないですよね。多分一人な気がします。いいな。初めて聞きました。ですよね、これ一人ですね、完璧な。すごい。マットさんは変な名前だね。そういえば本名、本名マットって言うんですよ。名字かってことですか？下の名前です。マットさん、どう書かれるんですか？安全の善で。あ、一文字で、あ、一文字でマット、じゃあまそのまんまなんですよ。マットっていう意味のってマットする。これは珍しい。すごい。キラキラネームの走りです。走り。そっか、そっか。そうなんですって。声がなんかね、やっぱ枯れてる。マスクしないとマスク。珍しいな、これは。すごい。二人とも。ヘンテコリンで、ごめんなさい。ヘンテコリンには全然ございませんよ。押してきましょう。そうですね、押してきましょう。押さないでいこうよ。巻いていこうよ。力抜くことできなそうですよね、常にね。なんかもう、マットせなあかん。確かに。もうだいぶ、若いうちに僕負けちゃいましたね。そんなことは困ったよ。あ、もうクリアしてるんですね、じゃあ。もう一周回った感じで。仕切ったからね。なるほど。まあ2周目にじゃあ差し掛かっていただいて。からも。すごい名前聞いてしまいましたけど。へえ、ね、まっとうだって。コーナー行きましょう。コーナー行きましょうか。じゃあ、
持って私の持ってきたコーナーを、うん、わけわかんないコーナーですいませんよし、もうこれみんな怪我する感じの怪我する感じそうあのそれでは一番怪我するのを恐れてる人が隣にいるあ、そうそうあの頭いいキャラで打ってるマミチーがねあ、そうなのそうそれではいきます持ち込み企画あなたの知らない四字熟語あー、四字熟語そう、四字熟語あの、みんないろいろ四字熟語好きな四字熟語とかあると思うんですけど、ねうん、それをちょっと書いてもいただいて、うん、私がその四字熟語の意味を教えてあげようと、うん、好きな四字熟語すごいね四字熟語好きな詳しいということで詳しいですもうバッチリ詳しくはその書いてもらった書いてもらった人以外がその四字熟語の意味を当てる書いて出すあ、それ自分の別にググってください自分のググっちゃダメだよやっぱり頭よく痛いらしいでも、頭はいいんです頭はいいからわって何よ他は他は大変ちょっとちょっと失礼だやばいあれみんなこれスケッチブック書くんですけどもうそれめくってマミチーがあの後ろの方で詰まっちゃってあそう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 あの計画性がないからね後で後の告知の時に見せてそうそれ楽しみにしててくださいそう四字熟語ねみんな好きな四字熟語を書いたらいいわけだ好きな四字熟語一個ずつちゃんと四字熟語かな、なんか漢字がわかんない漢字がわかんないあちょっとそれもそうだな それでもいいそれでも大丈夫ですその場合もひらがなで書いてで、他の人に保管してもらうなるほどじゃあ、パナエは許すよ、ひらがなで書くのあそのつもりでした大丈夫だよ、書けないよそこを漢字って言うと怒られるちょっと怒られますよえ、これ好きなやつを書けばいいですか好きなわかりましたなんだ好きな四川料理とかでもいいしそういう時とかでいいそっちもありだそっちもありだえ、なんだろうそれでもそっち系でいったらちゃんと落ち着けなあかんことになるお茶漬けの任せ物それ俺が言うのそれ誰に出会ったのチンガハンテとかやめてよそれが落ち着けんの結構高度な腕が必要ですねえ、なんだろう、いろいろある貧困法制とかちゃんとした四字熟語知ってます知ってます意味は知りませんさっぽろ南区とかもう地名じゃないですか、たぬき工事たぬき工事よっ、みつかたぬき工事足りてないから、あれしようかな足りてない足りてない今言った貧困法制っていうのは多分私の勘でいくと正しく行えっていうことですよね物事品のあるように正しく行え合ってる超いいのかけた合ってるって言われてるな俺それ知らへんわ聞いてみてもじゃあ視聴者の方々にねそうそうそうとりあえずねさっきねプレゼントをハッシュタグ出しましたありがとうございます私リツイートしたおさすが多分読めないと思って全部ひらがなだ読めない方が読めないやった MC 鈴音ご意見番北野義典ゲスト泉まみパナエメランにサポートマットでお届けするを押すこと必須の放送ですすごいひらがなで強いさすがすごいありがとうございます読めないよ読めない難しいひらがなぜひちょっとそれ皆さんねリツイートしていただいてリツイートしてあかんのかちゃんとしてでも構わないツイッター連動で番組最後に読みづらできたマムチできた私のね最後でいいと思うい いやいいけどちょっとあの受け狙いで書いたけどあじゃあ最後するあ最初でもいいよいやどっちか最初でもいいよ最初から受け狙いこれ読めるかな鈴音ちゃんあそこそこが読めないあみんなどうやって読むのあなんか頭いい感じでググったんでしょググってないですよググってないですよじゃあ好きなものを書けばじゃあまみちドンドン中国資格読めるえ中国資格読める私の好きなえ中国資格え中国資格以外何があるえ中国は丸く日本三角とか中国資格丸資格何これ何これ何これえココナッツここ何チャイナスクエア正解すごいすごいイエーイ手法
ましょうっていうか、すごいすごい頭いい、あ、やばい頭いいやっとしたら頭いいキャラだね、頭いいキャラ会場の皆さん分かりました、分かんないよね、分かんないよね、頭いいキャラ 2号って今度つなぐつけたら2号なになに、あ、頭いいキャラ2号、私、いける2号、あ、やっぱり頑張らなきゃいけない、じゃその間にできた方できましたよ、メラニちゃん、これ大好き、シェリメツレッツ、これあの大抵のやつがこれ言うと頑張ります、あのお母さんとかと喧嘩するじゃないですか、うん、でこれシェリメツレッツだねあなたって言うと大体黙ります、すげー言われる、すげー言われる、まあ、マットさんも黙ります、これシェリメツレッツだね、使い方は合ってる、多分合ってます。なんか、ね、言ってることがね、2、3点してるんだ、この人とか特に。始まったぞ。あれ東京電波でディスってる。あ、ディスってますよ、半分に。しかも部分で撮ってるからね。違うんだって、あなたは本当信じる。こうやって使うのね、そう全部が抜けてるから。信じますよ、全部。全部こうやって全部撮ってきて。俺の言いたいこと全然伝わってないから。いや違う、あなたが本当におかしいよ。え、これスズメさん分かりました意味？これ分かる？これ、これは知ってます。どういう意味？やっぱお尻が裂けちゃうことですよね。尻滅裂。あ、尻滅裂。尻滅裂。何個？何個ぐらい？やっぱり8個ぐらいじゃないですか。ああ。はい、8個に分かれちゃうね、あ、でも尻滅裂の使い方をね今覚えたので、はい、これ皆さんとうるさい人がいたらこれ尻滅裂だねあなたって言ってみてください、はい、言ってみてください、今日の番組中でねそれ使えたらいいのこれ、はい、でも噛みそうだよね、尻滅裂、そうそうそう、とっさに言うと尻滅裂、確かに、まあ、使っていただきましょう、皆さんなかなか使わない ね、はい、難しいことは、ね、お願いいたします、これじゃあマットさん、はい、おなんだこれ、あ、我、我まず読めるか、我誰も読めなかったり、あ、花井さんも読めないって何ですか、私読めた、読めた、読めた、読める、全然読めないです、これ何ですかこれ、お、教えて、ガーデン飲水、おー、意味は読めただけで拍手が起こる、意味は私は田んぼを使いたいので水を引きます、違う、え、そうなの、当たった、え、どういう意味ですか、自分のばっかり田んぼに水を引くっていう、自分の田んぼばっかりに水を引いて、あ、なるほど、自己中ってことですね、そうそうそう、何この攻防戦はいいな、なるほど、そんなことないよ、はい、皆さん高級な電波使ってやってみましょう、何だこの勉強だった、すごいね、席離しとけよかった、でも使い方わからない、あまり使わないですよね、日常茶飯事で、日常茶飯事で、日常茶飯事ってことは結構あるってこと、日常茶飯事で使います、結構ある、入れられます、放り込めばね、すごい、でも黙らすことできるかもしれない、ね、ガデン飲水やわ、さあ、あなた尻滅裂よって言ったねえな、隣でそういう言い争いしてたら嫌やな、ちょっと嫌だ、ちょっと嫌やな、じゃあ、コナエちゃん、私すごい普通なんですよ、はい、オムライスとか、いや、いちご一会、あー、いちごが1個しかないよ、そうなんです、いちごだよ、いちご、なんか、まあこれが可愛いなっていうのもあったんで、いちごだから鳩的出身なんでね、いちごの平川のいちごがこうありました、いちごなんか兄弟みたいだよね、いちごといちえちゃん、そうそう、いちごちゃんといちえちゃんが兄弟でいました、そういう話がある、まみち、これの言葉の使い方は違う、それ自分ちょっと待って、いちごいちご
一号一恵ちゃんも一号なんか物語の始まりみたいな、一号ちゃんと一恵ちゃんがおりました。さあさあ、それで歌作ればいいのパーナイス。あ、じゃあ一号一恵って曲書きましょう、ね、おお、まあ言った、宣言した。で、一号ちゃんと一恵ちゃんがこうなんか物語展開する。あ、じゃあそれでもオムライスを食べに行くとか。いや、そこ乗り、そこ乗り込んでいくのか、違う曲に。それ、死に滅裂な。すごい。じゃあ、いちごといちえちゃんが出会うっていう曲を作るので、うん、はい、じゃあ、次のキャス持ってる。あれ、キャスやってんだっけ。実行か。あ、すごい。すごい。すごい。今日やってもいい。今日やってもいい。今日やります。お、即興で、即興やります。やろう。おー、おー、じゃあ2曲ない、1個。いやいや、間に挟めよ。あ、マジか。あの、ワンコーラスぐらいで、うん、あ、ワンコーラスだったらいけます。おー、すごい。今日はすごい。なにこれ、すげえ。私の方がびっくり。頑張ろう。で、やろうと思います。みんなじゃあ、チャイナスクエアの即興とかする。チャイナスクエアの即興すげえ無理だから。どうしようかな。イメージソング、イメージソング作ったらいいよ。うん、ありがとうございます。いいんですか。ありがとう。私でいいんですか。中国だ。中国、これ中国の国旗。え、なんで中国の星って5つなの。何やろ、分かれへん。あ、なんかあるよね、多分ね、独立した何かが。そうなのね、きっとね。こっち関係ないよね、中国。そうだ、そうだ。じゃあ最後。いや、俺はもう大丈夫ですよ。え、なんでですか。あ、もうなんかゲストさんの話が学んだらしいです。今日は吉田さんは逆にさ、なんか違う、これをみんなに教えてあげるとかないの。ないです。違う違う、え、即答。さっき1個あったじゃん、みんなで世界地図描き。ああ、緊急企画。緊急企画。何何、緊急企画。緊急企画だ、もう終わった今の。さらっと終わって、さらっと終わって。いいのいいの、さっさと言って。メラインちゃんが生まれたところがイギリスらしいんですよ、はい、なので皆さんに世界地図を書いて、イギリスはここっていうのを。そんな分かんない。多分ささっと、ささっと、イギリスここ。マミチがすごい。私が、私すごいね、このメラの泳ぎ具合が。誰かに机を持って。だって世界地図まずみんな書けんの。書けますよ。嘘つけよ。あ、じゃあまず書いてもらって、世界地図を書いてもらって。それは違う。ダメーダメー。いやいや、それ面白いじゃない。あの、世界地図を書いてもらって、それでみんなここここここ。そうなんだ。何そ、何ここに書けんの。違う違う、すごい責任だ。違う違う違う、そこさ、なんか嘘の上乗りする感じだ。最初のその娘ちゃんの地図がすごい。あ、そうだね。日本から始まったの。世界地図だよ。世界地図だよ。世界地図だよ。まずまずの大きさできたよ。めっちゃでかい。めっちゃでかい。めっちゃでかい。でかい。世界地図。やっぱり世界地図とは言っても、ここは日本。私日本大好き。ね、日本語しか知らない。いや、そういうクイズじゃないから。書きます書きます。から世界地図。ほら、これでみんな怪我するから。そっからか。これ知ってる人も怪我する感じ。うわー、すごい。点を打たなきゃいけない。どこに。大丈夫かな。できました、世界地図。ドン。南極の世界。世界関係ない。イギリスの場所って言ってんの、日本が中心にいる。そのイギリスある、そこに。いや、あると思うんですよ。だからそこにいたマジか。まずだから、スズメちゃんがそこにイギリスの点を打ってください。私さっきヒントが。いや違う、スズメちゃん最後に惑わせる気だな。スズメちゃん最後に。いや、いや、この時点でみんな、ま、戸惑ってるから。ここはチリです。チリ、チリ。ここってことは、ってことはアメリカ。おここアメリカ。アメリカしかない。なんかそれ来年あたりの配置。人口歴史が動く感じ。英語圏とイギリス圏みたいな。あ、ってことはイギリスは英語じゃない。え、イギリス語ってイギリス語じゃない、あれ、イギリス語。オッケーオッケー。そういうことだそうです。らしいです。なるほど。あ、だから、じゃあほら、マミちゃん打ってみる。マミチから順番に回してって。じゃあ、ここにマミチのマっていう字を書いて、私はイギリス、イギリスでしたっけ。イギリスは、イギリス。
相談しないの私コロニー今のそこにあんの予定では。あのこっちが北極とかとかこっちが南とか南極とか北極南極ちゃんと答えやるそれ。いや、多分誰かが知ってるんですよ、答え知らんのか。いやいやこれちょっとあれだよ、ほとんど知ってるのか。そう入ってないし、これ入ってないって言ってるやん。確か日本拡大の世界縮小版みたいな。そう、ここら辺矢印で大体そっちの方ってことね。こっちの方こっちの方ってことね。そうそうそうみんな、なんかみんな同じ。それでこいや、それでこいや。だってもう入ってないよ。どうなることやな。もっと。メルイちゃんは正解発表なんで、書いちゃダメ、書いちゃダメ。書いちゃダメ。だってメルイ知らないんだもん。え？何ですか？知ってるやろ。あ、バリバリ知ってますね。じゃあ、最後、はい、じゃあ、メラニちゃんが最後に書いて、私は最後に間違わせても正解ってことだ。あ、なるほど。そうか。でも、地球って丸いからね。そうです。反対から行ってもいけるかも。反対側か。それ考えてなかったですね。マジか。あ、なるほど。みんな知ってます？知ってますよ。あ、嘘。同じ北海道だから知らないと思って。だから一括りにしてる。あの道民を一括りにする。道民はイギリス知らないって。もうみんなもう基本的に同じ方向になってるけど。はい、いや合ってるんですよ。合ってるの？合ってます。こっちがアメリカとか。アメリカとかカナダがある方がこっち。惜しいな、惜しいな、これ上下があるんですよ。逆、まあ合ってますよね。ここアフリカ。そこアフリカ。オッケー。違う。で、こっちが言ってたのにね。ドイツだから話変わってきがこっちでしょ。ドイツドイツどこ？あの、なんでみんな矢印でこっち出ちゃったの？大陸どこまであんのこれ？ここまで。あ、ここでこう戻ってくるの？そう。え、ちっちゃい。じゃあね、誰も撃てない。ないな。あ、で、なんか、じゃあもうちょっと足すよ。足す？何を？何が足せるんだ？こういうことなんだ。できた。こうなってるの。ああ。やめた方がいいって声が聞こえた。で、私は早く打とうよ。ここだと思う。それその大陸の上にあるの。あります。地続きなんだ。え、じゃあドイツとかそのヨーロッパの国々とこう隣接してる感じ。イギリス？じゃあ正解を。どうしたいですか。まずあのイギリス島国ですね、多分島国。島国になります。日本みたいな。そうです日本みたいな。嘘みたいな。嘘。知ってた。知ってた。面白い。怖いわこれ。そう。あら、島国になるんで。え、ちなみにどこら辺？これがまずもう私何だかも誰だか。これ長靴の国って言われてる。イタリア。後から出てきたから、ね。でアフリカがそこに右にあることによって、多分そこがわけわかんない。もう私なんか じゃあ答えの地図をお願いします。みんな惑わされたままで。あ、島国なんだ。島国です。すごいやん。じゃあちょうどアメリカとカナダがある大陸とその長靴のある大陸の間の大西洋っていう海があって。こんな感じ。お、来ました。この辺もうちょっと下この辺。すごい。あ、こうだ。あ、惜しいね。あともう一つだ。あともう一つだ。みんなが打ちたかったのはあそこだった。本当に打ちたいのに隠
けばいい大陸がつながってたっていうも、ね、そういう意味ではマットーさんちょっと外れ外れだけ引いてどこだろうマットー外れそうなんだ勉強になりましたね勉強になりましたね勉強になりました勉強になりました来週もこの緊急企画が来週じゃないよ来月来月できるだけ控えていただきたい皆さんちょっとね取り戻しときましょうかそうですね、ライブでね取り戻しときましょうはい、じゃあ逆回しで逆バージョンなのではい、えなりさんかライブにお願いします逆回しいやすごい勉強になったマッチョ本当に知ってたの思ってたよ本当傷つくやめてくれさっきこの話をしてたのあ、そうね、出たしてた私知らないって言ったいやもう本当に地図とか超苦手でそうなんだだって日本だってちょっと怪しい私言えない日本俺も言われた本当全部言われた上から10個ぐらいしか言えない上から覚えてって10個で諦めた3月まみちまたゲストであ、そうなんです、再来月その時には世界地図バッチリかも勉強してます私も勉強してくるその時は日本地図でやろう日本地図かそうやって言ったら勉強してくるかもしれないからでも言ったもんやらないと怖いなすごいでもみんな普通に知ってるもんなんやなと思ってそうなんです俺その方がすごいなと思ってえ、パナちゃん知ってた私知ってましたよイギリスなんかテレビでやっててテレビでやってて本当ちょうど偶然でした何のテレビを見たのそれはなんか独立するみたいな話してたイギリスのスコットランドが独立頭いいみたい頭いいみたいでそれで独立するとイギリスの国旗がすごいダサくなるっていうへえそうなんやみんな一緒になってたからどっかだから青と赤と白でしたっけそれが独立しちゃうと抜けちゃうからスコットランドがずっと青と白になっちゃうのか違う赤と何か白なんか似てるのそれ知らんの知らん知らん知らん4ジャックののやつが抜けちゃうからずっと面白いとへえすごいなテレビでやってて偶然だからイギリスでありがとうございます。妖怪のスター。すごい。なんやろな今一番ええ情報もだね。あでも全部受け売りですよテレビ。一番ええ情報だからさすが。それでは準備ができたみたいなので、はい、後半のライブお願いします。それではメラニさんです。では聞いてください。この曲まだ無題です。あ
一生懸命選んでくれた私のため選んで
したら後ろからまたお母さんの小言私のため叱ってくれる皆さん教えてください。ああ、なるほどなるほど。はい。なんかあります？僕？うん、なさそう。聞いてすぐ切るっていうね。帽子をかぶるとか。帽子をかぶる。切ってすぐ切っちゃう。まあ、帽子お食ってんの？聞いといてなさそうってないよな。なかなか。T シャツの中一枚切るとか。誰で来たの？誰で来たの？え、なんかあります？ないです正解正解今のが正解です今のやり取りが正解ですあ、はい、いいよ私なんだろう防寒ってかもう冬にいたくないですよねだから本当になんか前なんかよく言うんですけど冬に私は冬眠したいんですよ冬眠北海道行くといいよできればなんかどうしようかな夏は北海道にして、うん、冬は沖縄に行こうかなあ、まあ、暑いのも嫌なんだいや暑いのは好きです好きだあいいかじゃあそうですねじゃあ沖縄に沖縄はいいねあいいですね、うん、この季節行ったって全然半袖やもんあもう嫌ですねあのこの感じこの寒い感じああそうなんじゃあもう何外行く時なんかはもう着込んで着込んで着て出るみたいな今めっちゃ着たけど大丈夫着てきますよ家帰ったら脱いで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 寝るみたいなこの感じでどうやら着ちゃってんだろ家帰っていやでも実はもうここに5、6枚着てるえ今日は何枚今日は3枚かな今日は3枚言うほどそんなに上着とマフラーと手袋をしたら6枚ぐらい入れるのこれ入れるのこうやってやって手袋してみたいな大変ですね結構北海道からも貼ったりするんですか北海道かぶれちゃうんですよねあ結構ねあの時間があると暑いからねヒートテック着ればいいのあヒートテックねユニクロは結構あるねあります今ダウンの中でもさこの襟周りないやつ
があるの。あ、そんななんですか。だからその下に切れちゃってさ。そうそう、すごい薄いやつ。あったかい。いいおすすめに聞きました。明日買いに行きます。結構多分買わないと思う。あ、でも本当に本当にそう。本当に寒いんだって、私すっごい足冷えてます。あら、そうなんですか。衣装が。衣装かもしれない、もしかしたら。足湯とかなんかやっちゃったりしてね。足湯。足湯。足湯。足だけでもつけるとね、すごくいい。そう、全然違うと思う。なるほど、なるほど。じゃあ、防寒対策。防寒対策ですか。まず家の中はもうあのね、エアコンを使いますね。ああ、まあまあ。あの、技術を使います。技術を使います。はい、だいたい使ってるわ。時間使ってるわ。あったまらやね、この運動した方が。あったまエアコンってちなみに何度ぐらいに設定してますか。ああ、大事だね。ああ、私わからない。今は何度か。30度ってます。マジかよ。ストーブでしょ。マックスです、マックス。エアコンじゃなくてこういうストーブだよね。電気ストーブで。北海道はで、あの、灯油のストーブを使って。今はエアコンなんですよ。エアコンなの。北海道エアコン普及し始めた。エアコンと、だってなんかこのストーブ。ハロゲンヒーター。そうだよね、入れた。両頭使いです。夏暑くなってきてる。準備できてきたから、一回タバコか。そうですね。ちょっとこの話は後ほどじゃ。広げて。ではでは、まみち、歌ってください。はい、もうここに来たらこれを歌わなきゃいけないと勝手に思っている曲、おやすみ、聴いてください。メンテ中です。こんなの見れないよね。こういうことってあるよね。私初めて。ただ今ジャックのメンテ中。ジャックか、わかんない。じりじり進めながら。すごい、ああいうの初めて。初めて見ました。で、穴に入れるんですか。そうそう、イヤホンなの。イヤホンじゃない。ギターの音が甲高くなる感じ。スーパーの声が変わる。え、はなんだっけそれ。いきます。おやすみ。目を覚ました朝。
曲お届けして終わりになります、最初にも歌いました To You という曲が入っているですねアルバム去年の12月の6日にリリースしましたスピカというアルバムの中からストーリーという曲を聴いていただきたいと思います。では聴いてください。ストーリー。はい、ちょっと待ちます。その間に皆さん手拍子の用意をお願いします。どんな手拍子？テンポだけ。そう、待ってね、これ流れてからやらないと合わないから、ね、打ち合わせしてない感じで全部流れてるから音声は流れてるのか。流れてる、流れてる。いやいや、さすがすずねちゃんの回だな。なんでトラブルばっかりだよ。なんかね、落ちてんだよ。妖怪、妖怪連れてきた。妖怪連れてきた。あら、落ちちゃったんだ。落ちちゃう、あら、2回落ちてる。ちょっと、またって。またって。そうそうそう。ちょっと死んだ。入れない。ごめん、俺勝手に一人リハ。公開リハ。また落ちた。ね、いいね、番組がしてる間に。マジ？じゃあみんな手拍子よろしくお願いしますね。
さあ、準備をセッティングお願いします。花江さん、ちょっとね、止まったりしたみたいなんですけど、うん、ね、失礼いたしました、皆さん、はい、復活したと思いますので、こういうこともありますが、ぜひぜひ ね、ちょっとあの懲りずに見てやってください。多分、本日の MC が機械に影響を与えてると思うんですけど、ほら、最近、妖怪ウォッチ大好き。そうだ、妖怪見すぎだわ。なんか連れてきた、なんか連れてきた。流行ってんねんてな。らしいですね。ちょっとあれやな、さっきの続き聞こうか、制作やからね、段の取り方やけど、暖房の設定が30度っていうところまでは聞いた。30度？30度です。30度聞いてます。手っ取り早く温めるんですよ、その後に手っ取り早く切るんですよ。なんか聞いた話だと、一回冷えたらまた高熱費がかかるから、あのね、冷えた時が一番お金かかる。機械で何でもしたけど、動き出しがお金かかるから、もう5回ぐらいつけたら消しちゃう。逆にずっと、例えば20分ぐらい家開けるとしても、部屋開けるとしても、ずっとつけてると弱く、冷えたとこから温めるのに、そうなんですか。できれば少し大きめの6畳用やったら6畳用じゃなくて、8畳用ぐらいのやつを7割方ぐらいの力で使ってやると、今日食べになる。食べになりますね。え、マミチはなんか寒さ対策してる？家で、うん、家とか路上もやるじゃない？路上はやる。ヒートテックは欠かせない。ね、そうだよね。そう。でもヒートテック着ても寒いじゃない？寒いけど、でも路上ライブやってる時は結構大丈夫じゃない？そうだね。歌ってる時は。やってる時は。そうそう。行きと帰りがしんどいよね。そうだよね。そうね、心折れそうだ。家でも。家では最近はもうエアコンつけちゃってるけど、でも私は23度とか、へえ、23度いきます。もう暖かいなと思ったら20度に下げて、省エネモードみたいな。温度下げればいいんだ。そう、なるほど。そう、ついてる。でも手っ取り早く30度はなかなかバンバン来るやん。めっちゃ来ます。バンバン来るやん、はい、マックスぐらい来るやん。うおーぐらい来るやん。ゼロか100か。ゼロか100か。やばいっすね。あの、熱くなった消す。これはもう直します。よっしゃよっしゃ、冷えてる。今エコしてるわ思ってたんやろ。はい、たっぷりかかってるよ、その後。逆に危ない使い方。危ない使い方ですね。そうなんだ。でも、こういう先だけど、ストーブは一番ええかもね。一番そうですね。だって鍋は入れるしさ。そうそう、夜間上で。え、そうなんですか。そういうタイプのストーブもある。ストーブって上に夜間置いてさ、お湯は沸くし、蒸気でね。それはいいですね。そうそう。おう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 、一石二鳥っていうね。次に30度でやるよかな。すごい言うね。確かに、すごい言うね。危険も伴いますけど、そうですね、すごくいいですからね。はい、ぜひぜひ。できました。お、行きましょうか。花江さん、よろしくお願いします。またさっきオムって曲やったんですけど、シチューって曲をやろうと思います。帰りたい帰りたい、お家に帰りたい、ママが作ってくれた今日のご飯を、帰ろう帰ろう、すぐにでも帰ろう、私が好きだった手作りシチュー、ありがとうなんて、いつも言わないけど、世界中でただ一人のファンでいさせてね。
素敵な美味しいご飯作れたらいいのにね。ああ大人になっても忘れないわ。ずっとずっと見てきた生まれてから一番素敵な愛をくれた。私あのこのクラブパルヘジアのおかげで去年はいろんな人と出会うことができました。あの今日あのいい日でした。ありがとうございます。鈴音さんとまみちさんとここで初めて出会って、で今日もご一緒させていただけてとても嬉しくて、あの出会ったこととかいろんな自分に起きたことは忘れないで大事にしようぜっていう曲を最後に歌おうと思います。あ、歌のね、あの振りだったんです今のは。キラリという曲を最後に聴いてください。あれはどれ、いちごいちもやります。ちょこっと今やりましょう。
とうございました。チームお願いします。ありがとうございます。今日は番組のまたあのハッシュタグが随分前に出ております。結構皆さんやってますかね、リツイートしてくれてますかね。14、5組ぐらい入ってます。どうですか、はい、あのもっとたくさんの方多分いられると思うので、ぜひぜひリツイートしてください。この後抽選します。プレゼントありますからね。もうこれはあのもらっといて損はないと思いますので、ぜひ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 抽選したいと思いますので、番組の最後にこの後ですからね、ぜひぜひ今からでも間に合いますから、ね、はい、すぐ行けちゃうの、行けちゃいます。あ、行けちゃいます。行ってもらいましょうか。トラブルメーカーのこれで落ちたら私のせいなの。それでは12月23日に悲しい曲を作ってしまいました。そんな新曲を聴いてください。悲しみにさよなら。あの日見上げたオレンジ色の夕空に悲しげに浮かんでいた月は去りゆくあなたの背中見送る私のようで、簡単な言葉で終わりゆくこの恋に一粒の涙も流せない。あなたが残したさよならの言葉が体の熱を奪ってゆくのに、唇の温度だけが冷めてくれない。
とうございました。さあ、MC が2人いなくなりました。じゃあ、まみちよろしく。何の拍手、何の拍手。まみち、喋ろうよ、拍手。帰ってきたよ、すずねちゃんでした。安定の MC、これしか喋れない。ということで、先ほどあのプレゼントのハッシュタグもう一回読んでもらおうよ、じゃあ、かなえちゃんに。ひらがな担当。動いてる動いてる動いてる、いっぱい動いてる。あ、MC すずねご意見番、北野よしのにゲスト泉まみパナエ、え、メラニサポートマットでお届けする押すこと必須の放送です。はい、ちょうど今終了時間ですからね。はい、ありがとうございました。ここから30分くらい予定通りの押しってことで、安定の押しで。まあ、え、でっていうハッシュタグですよね。そうそうそう、うん、はい、それをコピペしていいんですよね。コピペして大丈夫です。一字一句間違えなければ大丈夫です。コピペすれば大丈夫。これ間違えそうですよね。ね、ね、たら間違える。絶対間違えるよ。そう簡単に当てさせません。怖いなぁ、意地悪。意地悪かい。ね、ということで今日はおかっぱさんに、おかっぱって言うのか前髪がないんだけど、これはおかっぱですか。わかんない、おかっぱって。同じくらいで、私本当は頑張ってこうしようと思ったんですけど、やめました。すごいよね、ちょっとずつ違う。ちょっとずつ微妙に被ってない。種類の違うおかっぱ。そうかっぱ。びっくりした、さっきパッて見た時に。うつら被ってくればよかった。そうですね。そうですね。その帽子の中になんか髪の毛がこうなってたりとかしない。ポーズでしょ。ポーズで。じゃあ準備ができたみたいな。いい投げっぷりだ。よろしくお願いします。まるで古い皮を出するように、さっきまでの君が足元に転がってる。都合よくその場しのぎの自分になっては、だからまた脱ぎ捨てる。少しでも高い木に止まろうと、少しでも多くを下に見ようと、足元の君がまた古くなる。繰り返し薄っぺらくなる抜け殻、やがて全ての自分を脱ぎ捨てて、あげくもぬけの殻になる。同じように抜け殻はスコイラ中転がっていて、それぞれ色も何も違ってる。なのに薄っぺらくなのに背に通って、今じゃもう見分けもつかない。すでに内側空っぽで、もはや自分ですらなくて、やがて下に見ていた景色を上に見ると、幕のような関係は途端見破けて、気にも留めなかった抜け殻の上で一人もぬけの殻を知る。もぬけの殻になる。北の初め、北の初め。さあ、ライブ開始ですね。はい、じゃあ改めて告知などお願いします。まみちから。はい、泉まみはですね、アメブロ、ミクシー、ツイッター、フェイスブック、オフィシャルウェブサイト全部やっておりまして、
これうまいよね。うまい？クリスさん。うまい？どう？うまい？ホームページは書いてないよね。あ、そうやっとですね、泉まみで検索したら、この漢字で和泉、ひらがなでまみで検索したら、オフィシャルウェブサイトが一番上にヒットするようになったので、ぜひ名前で検索してみてください。これも全部出てくると思います。ホームページから全部行けます。ホームページから全部行けますね。あ、ミクシーとかはリンク貼ってないかもしれないけど、ブログとかツイッターは飛べます。そしてライブの告知、1月2月3月とたくさんライブをやってるんですが、みんなに一番来てほしいやつ一番来てほしいのが、2015年2月の6日金曜日にですね、なんの音代官山にありますループというライブハウスで私のバースデーイベントをやります。すずめちゃんに言われた計画性のなさって、今夜は泉とパリないってこうなこれイベントタイトルなんですけど、大きく書きすぎちゃって、最初の方最後パリない入らなくなっちゃいましたね。しかも値段とか時間とか書いてないやと思って最後にここに書いてちっちゃい前より2500円で、夕方のね6時45分スタートなんですが、これオープニングアクトがいまして、誰かというと私です。オープニングアクト私です。多分漫才をやります。漫才間に合わなくても本当の出番は9時15分からなので、お仕事帰りにぜひお祝いに来ていただけたらなと思います。それ以外のスケジュールはですね、見えないよね。ホームページにですね、昨日全部更新しました。1月がまだあと2本、あ、映るかな、ちょっとだけ映ってる、ちょっと映す、あ、すまん、かなえちゃんのお玉越しにはかわいい、見えます。こんな感じですね、全部書いてありまして、書いてあるけど、ね、見えないかな。あ、いいねいいね、かなえちゃんが映ってる今そんな感じがいいんじゃない。そうですね、そんな感じで、これだとスケジュールは見えないね、見えないので、はい、ホームページで確認して遊びに来てください。よろしくお願いします。今度は映っていいよ。はい。ライブ情報ですけど、でもなんか肝心なこと書くの忘れちゃってた。なんかまあいろいろあるんですので。早いよ。で、あのいろいろとこちらの方までツイッターパナエさんで検索すると出ます。多分。パナエさん。あのパナエさん。そう、パナエさんで検索すると多分出ます。パナエさんで検索すると出ます。そうすると多分なんかいろ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 出てくるので。こんな、ちょっと、こんな感じでしょ。パナエ、パナエ、パナエパナシ、え、あ、パナシパナエ、あ、あの、そうそう、あの、2日前に、あの、今日さっき歌ったシチューって曲の音源を YouTube にアップして、で、YouTube の名前がが、パナエパナシマなんです。パナシマパナエって名前でやろうと思ったら、 YouTube の設定が悪いのか逆になっちゃったみたいな。で、パナエパナシマで検索すると YouTube で、あ、YouTube 出るので、これかな、パナエパナシマで検索してください。で、アメブロもパッパラパナちゃんの生態って全部ひらがなで検索すると出るのでいいね、それ面白いね。もうひらがなって便利ひらがなって便利日本人にやって便利で、そう、書くの忘れちゃったんですけど、2月10日東中のオルトスピーカーってところで、私ユニットをちょっと組んでまして、メヒョウさん姉妹っていうユニットなんですけど、なぜかってそのライブに来れば分かるってことで、シンガーソングライター3人で組んでるユニットなんですけど、その1人のアンナポンってこのバースデーイベントになります。で、ワンマンライブです、そのメヒョウさん姉妹っていうユニットの。2月1日は別、あ、それ、これまた別で、いろいろちょっとツイッター見てくださいそんな感じかな。ツイッターでじゃあ告知はしてるかな。そうですね、大体ツイッターで告知してます。もう一度めくるとこれです。花江さんで検索してください。花江さんでということで、よろしくお願いします。はい、皆さんチェックお願いします。はい、ありがとうございます。続いてメラニさん。はい、なんかみんなすごい可愛いな書いてて、私すごいシリメセッ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 
そう、私ことごとく取るペンが黒が出なくてちょっとね悲しいことになっちゃってるんですけど、明日はもう大会何するの？いいなこれ。何するの？やめろ。早い早い早い。お、明日もう明日ですね。大会山の窓さんでライブです。そして2月15日大会山の窓さん、多分そこにもすずさんはいらっしゃいます。はい。ということで2本ね、私は。で、ツイッターとかはね、メラニで全部検索してもらえると、すぐ出そう、すぐ出ます、ね、はい、詳しい詳細なんかはツイッターで告知されてる、はい、流してます、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ハミングバード弾くのいつ聞けるよ。ハミングバードですか？ハミングバードっていうギブソンのギターがあるんですけど、弾けない私のところにやってきまして、それいつ弾けるの？それはじゃあ、ツイキャスで披露いたします。まだ毎日持ってきてますよね。毎日一応練習をしてるんですけど、はい、ね、ライブでいつか弾けたらいいですけど、はい、じゃあ今度来るときはマットさんは連れて行く。そうですね、もう行ってあれ、その時ツインギとコーラスのみで、コーラスね、コーラスよ、いいね、コーラス担当、コーラス今ギター弾いてましたけど、またのバイ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 。じゃあそれで。じゃあそれで。じゃあモットさんは告知などは？もう特にないですね。ここ二人でされてるライブで。そう。あれその後の親知らずは？あ、そう、親知らずだった。あ、もう調子すごい。ちょっとなんか変ですけど。段差があるみたいな。ああ、もう抜かれた。だって去年の一大イベントだった。そうですね。その親知らず。多いね、今ね、大人になって抜く人ね、おいおい、1時間もかかった。大変、大事だと会うたびにね、どれだけ自分が大変だったかってことをね、言ってくるね。すごいね、大工事だったら血が出たとか、もう喋らん、大工事とかね、ずっと言ってたね、同じことを。鳥がいるの？いつも鳥がいるの？トゲないよ、そんなに。結果は後ほど。そうですね、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。聞いてあげて、聞いてあげて。はい、ね、ずっと見てたいけど。本当は本当に放送したいけど。これは別枠でやろうけど。そうですね、はい。ふるえちゃんどうぞ。イギリスの場所が分かったところで。告知はいろいろあるんですけど、SNS こんな感じでやってますので、調べていただければと思います。そして1月25日、来週じゃないか。おお、残り1枚。次の日曜日。今日ちょっとインフルエンザにかかわられた方がいて、予約がキャンセルになりましたので、残り1枚となっております。微妙、微妙。明日以降もどんどんインフルエンザ。どうして誰もいなくなった。チケット買ってくれた人は来てくれると思うんですけど、これから明日のやったら2枚で3枚で怖い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 。ということで残り1枚となっておりますので、当日券は出るか出ないかちょっとわからないですけれども、ぜひ来ていただけたら嬉しいなと思います。実は花江ちゃんがこの日なんと私も書いたので入ってくれます。これだ。今日はギターだったんですけど、わあ、何だこれは。はい、この日はバイオリンで入ってくださいますね。はい、本業はバイオリンなんです。本業はバイオリンの先生とかやってます。あ、そうなんだ。楽しいです。わあ、バイオリンの先生もやってる。嘘。それ、言ってたか。なるほど、なるほど。何、ノリで頼んだ？いや、いや、いや、まあいいや。あれ続かないんですか？もう OK ですか？はい、じゃあ僕も一つだけ、今週僕も日曜日ライブをします。久しぶりにします。この間やったマスオのイベントです。この T シャツ作ってる会社と一緒にやります、埼玉県は新座というところで、これは17時からのライブでございます。大人は4500円なんですが、飲み放題と料理と、T シャツの T シャツもついて、でお店の自慢のクレープも、出たとついてということになっております。よかったらまだで予約できますので、
僕のそうですね、Facebook なんかで連絡くれるとありがたいと思います。以上でございます。では、本当に番組特化サークル抽選するプレゼント。抽選サークル。プレゼント。はい。プレゼント抽選があります、今日も。しましょう。しましょう。しましょう。なんか用途があったかなとか。あ、いっぱい入ってる、いっぱい入ってる。お今日のなんだ、ハッシュタグを書いてくれた方の名前が書かれた紙がここに入っております。当たるのは1名様だけ。誰が引きますか？これ引きます。初出お、メラニさん初本当ですか？怖い、これは 大問題だ、はい、1名様だけ。よく振りましたね、よく振りましたよ。誰かな、誰だろう。誰だ？ポロポロこぼす単語が面白い。何ですか？あ、どうしよう。あ、これ1枚なのかな、2枚なのか。1枚にしてくれよ。いきます。はい。誰だ、誰？あ、タネマチさん。タネマチさん、初めて会った。初めてかな。おめでとうございます。いた、プレゼントをお送りしたい。いろいろ送りますので。いろいろね。いろいろ集合写真。ざっくり言ったね。はい、これは何も当たらないんですが、今日見てくれた方全員の名前が書かれた紙が入っています。こんな感じでゲストの皆さんぜひ。続いてありがとうございました。ユニットが入ってます。ぜひゲストの皆さんどうぞどうぞどんどん引いてください。赤いを上げてください。バンバン。遊び始めたね。マーチョンさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。アオニさん、ありがとうございます。森彩香さん、森彩香さん、馬吉さん、ありがとうございます。メラニちゃん、大遅れの男さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そういうのかな、博士太郎さんの博士だ。ガクさん、お疲れ様です。ガクさん、おめでとうございます。スレイヤさん、インクミマミさん、ありがとうございます。ドンタさん、ありがとうございます。ドンタさん、ありがとうございます。どうぞどうぞ。ヒロさん、ありがとうございます。名前読めないよ。僕です。よしのりでございます。よしのりさん、はい、ありがとうございます。これ必要、ありがとうございます。もう一回ありがとうございます。雨がもうすごいボロボロ。すごい。ギターマンあゆさん、ギターマンあゆさん、ありがとうございます。おしやんさん、おしやんさん、わりパパさん、ありがとうございます。なんだこりゃ、たかぴん、たかぴん13さん、ビロー、ビロー、ベルさん、ありがとうございます。マオさん、ありがとうございます。ありがとうございます。まだ、まだめっちゃあります。こっち助けて、どうぞどうぞ、助けて。あ、それ読まんでいいよ。いや、本当ですか？当たった。屋根らの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 直樹さん、ありがとうございます。滝翼さん、お、ハリケンさん、ありがとうございました。マサノスケさん、ありがとうございます。スマイルミッキードリームさん、ありがとうございます。ムツゴロウさん、ありがとうございます。で、クマノミさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いいよ、もう終わりかな。たくさん見てくれましたね。ありがとうございました。ぜひ視聴者の方にメッセージをいただけますか。いただかない、いただかない。もうどれだ、アカンボールなの。今逆だと思って。まあ言うてんねんぐらいの勢いですね。じゃあマミチーから。はい、ゲストとして出演するのはすごく久しぶりだったんですけど、なんかいつも来てる気がして、いつも来てる気がして、すずねちゃんの初 MC、 今日初 MC だよね、に立ち会えて、もうなんか親心ですけど。もうあの最後のね、最後の MC の3月にも見守りに来ますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。2回目なんですけど、いつも楽しく喋ってます。優しい人たちでいっぱいで大好きです。ありがとうございました。はい、初めて、はい、出演させていただいたんですけど、またさん何回目だっけ？2回目、あ、意外に、あ、すごいな。はい、私初めてだったんですけど、皆さん本当にありがとうございました。こちらはい、聞いてくださった皆様も、はい、この機会をくれた方々もありがとうございました。ありがとうございます。なんか、宮根さんもあれ、はい、なんかちゃんとしたこと言ってたので、僕はなすよ。カイディさんもどっか今行っちゃってるんで、カイディさんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。また遊びに行きます。2人とも仲良く。また来てくださいよ、ね。どうでしたか、初 MC。 いや、なんか誰が MC か分かんない感じが良かったと思います。自分がちょっとダメだよ。自分やな。私ポジティブですね。やりましたから。ね、本当。刺されてる。また来月もこんな感じでお送りしてます。こんな感じでね。シリー、めつれつな感じでね。おー、このまま番組に。はい。クラブパルヘチアでは、毎週火曜日夜8時から、西武新宿線いおぎ駅南口徒歩すぐの中華料理屋さん、チャイナスクエアにて配信しています。閲覧、観覧無料。ワンドリンク500円です。火曜の夜はみんなで楽しい夜を過ごしましょう。パソコンでご覧の方はいいねボタンとかツイッターボタンがありますので、ここら辺ですね。そして右斜め上と左、これみんな迷ってるよね。ここら辺にあるのでお願いします。イギリスの方向に、イギリスの方向に。日本どっち？日本は真ん中です。私の中日本やとしたらっつって、ごめんなさい。ごめんなさい。それでは、はい、来週、はい、来週のゲストと MC を紹介したいと思います。うんうん、来週の MC は第4火曜日担当橋爪桃さん、ゲストがピアノ弾き語りシンガーソングライターの岸のり子さんと、月末火曜日マンスリーゲストの花笛演奏家のモスリフエ、はい、ぜひ来週もご覧ください。花です。へー、すごいよね、鼻水出ないのかなって出る出る、あ、出るんだ。鼻水演奏家になるわね。ということで、最もな疑問やどうしても気になる、どんな音色だったんだろうって。鼻水出ないのめちゃめちゃ言ってるんですよ。さあさあ、来週聞きますわ。はい、それでは、はい、最後ポーズでのポーズで、うん、バッチ、右手が棒、きたきた、ちょっとこっち入り気味で、そう、右手がぼっこで、左手が輪っかで、ピーを作ってください。ピー、左手が輪っかで、はい、そのポーズです。今週もありがとうございました。来週もと私が言ったら、その後に続いてカメラに向かって、あのカメラに向かってクラブパルヘジアと言いながら前に手を出して言ってください。はい、準備 OK ですか？はい、はい、それでは今週もありがとうございました。来週もクラブパルヘジア。笑いたいように笑う、そんな単純なことなのにも簡単じゃない。真っ暗な部屋について電気の代わりにパソコンをつけろ。火曜日の夜、クラブパルヘジア。
クラブパルヘジア、笑顔を見つけよう、オリジナルの笑顔をハンドメイドしてくれ、クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、オリジナルの笑顔、僕だけの笑顔見つけよう、見つけよう、見つけよう、見つけよう。